古漢試練は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての臨済宗の僧。意味名は、試練、字は古漢。父は、藤原先五行為で、母は源氏。源明組の兄弟とする説もある。京都の出身。死亡は、本学国史。漢史、漢文に優れ、五三文学の代表者の一人である。公安八年八歳で、臨済、創世一派。 東山深し寺氏に指示して参戦し、同十年比叡山に手受会。昭和四年死を失った後は、南禅寺の正安宗ん祖や、演楽寺の桃と徳桜について修行したが、この間、菅原有助から、文禅を、六条有房から、疫学を学ぶなど自らの研鑽に努め、外泊な知識を得た。その後、遠学寺の無一生元や県庁寺の役、王徳県の家に入る一方を、 寺第でで密教を学んでいる徳寺三年鎌倉に下校して、県庁寺の市山市安氏を訪れた時、本庁の瞑想の辞席について尋ねられ、満足に応えられなかったことをきっかけとして、現行二年に白川西北安で現行釈書を表した。延元三年、県務五年三月に、東福寺十字を退いて、翌道四年、略王二年三月に、 何千寺十字となったが、広告二年、同四年一月これを辞して、東福寺改造院に退き、改造王将とも呼ばれた。同三年、光栄元年、五村上天皇から国志望を賜る。同七年、上和二年二月、この江元氏の寄進によって、上北下市のに両賀寺を起こしたが、七月二十四日に改造院にて錆びした。去年六十九、 著作に、原稿尺書のほか、両画行の注釈、仏語心論、四文集、西北集、五六、十全四六、日本最初の印書、修文印略などがある。ありがとうございます。